はい、こんにちは、ザツです。今日はですね、神戸港の方に向かってます。ロックアイランドで今から九州の方へサンフラワーを使って向かう予定です。そしてなぜか猫ちゃんがいると、サムネの通りでウィズペットルームで冠婚葬祭で九州の方へ向かってます。それでは行きましょう。レッツラゴー。はい、サンフラワーが見えてきました。沖です。ここから高速を出てフェリーターミナルの方へ向かいます。今日はですね、もうバイキングレストランが再開しているということで非常に楽しみにしてます。やっぱこの年になると冠婚葬祭も多くてですね、甥っ子の結婚式だとか、まあお葬式だとか、まあまあ九州に戻る機会も増えてしまってちょっと大変なんです。皆さんはいかがでしょうか。船なのかな。船でしょ。でかっ。はい、サンフラワーフェリーターミナルに到着しました。大分行き、車ごとペット、はい。阪急フェリーは接続号がいますね。誘導してくれてます。はい、それでは検温の方しに行きます。検温と発券ですね。はい、今日はですね、全長 165.5m、 横幅が 27m あるんですね。速力は 23.2knot です。そこそこ速い高速船と呼ばれる部類になりますね。それでは発券の方しに行きましょう。はい、それでは発券しに行きます。お車なし、徒歩でご乗船のお客様、お車なし。今日は本日の乗船です。ルームキーも動かして。はい、行くよ。はい、発券が終わって車乗り込みます。はい、今から乗り込みます。今日はサンフラワーゴールド、ペットルームは最後の方に乗船になるみたいですね。楽しみにしてます。めっちゃ可愛い目まん丸、檻の中のキナ。はい、それでは向かいます。ウィズペットルームですか。あ、一緒ですね。はい、どうぞ。今度客室に行った方がいい。多分後部デッキやと思うんだけど。ペットの位置6。あ、タカありがとう。はい、今日は 64P1 という部屋です。ペット1ということでしょうか。カードキーで開きます。で、電源がこちら、手洗いがついてます。で、スリッパが4つ、使い捨てですね。
はい、全体的に見るとこんな感じ。ヤンコになってるベッドが4台ありまして、でソファーがついてます。でテレビと、これはエアコンですね。エアコンがついてます。全体的に見るといいですね。なかなか、まあ広いと思います。十分、必要十分な広さって感じですね。もうですね、すぐに出航になりますんで、ちょっと外で出航を見届けたいと思います。はい、早速猫ちゃんが出てきました。はい、きなこちゃん、ここに貸してあげたら、うん、はい、アメニティがですね、歯ブラシとタオル、あと寝巻きの方がついてました。これは助かりますね。あとお布団はいつものやつですね。ふわふわしてます。そして寝台なんですけど、昔の寝台車のような電気と物置があったりします。どうせこの個室なんで、カーテンは開けっぱなしになると思いますけど、ゆっくり楽しんで迎えたいと思います。もうすぐ出航したら夕ご飯になると思いますんで。猫のトイレなんですけども、今回こういう風にはめてます。なかなかいい感じではまりました。レモン掛けはですね、2、4、6、8つあります。4人用なんで1人2個ずつって感じでしょうか。あとお手洗いとリセッシュの方が置いてありました。これ便利ですね。自動販売機はやっぱり通常の値段ですね。助かりますね。あ、ここ引き立てコーヒーがあるんだ。これいいな。後で買ってみようかな。やっぱコーラ系が多いんですね。助かります。あと給湯室近くにあります。お湯が出ます。コップもついてます。はい、出航前になったんで外に出ます。テザーロープが外されましたね。引っ張り上げます。あ、すごいね。阪急フェリーの接口が正面に見えます。これも新しい船ですよね。この巨大な建造物が動いてるわけですか。すごいですよね。接合さらば、後で抜かされます。はい、ありがとう。サラダもらおうか。
小麦って書いてあるけど。もうこれいけるよ。いけるんだな。今日はサラダ取ります。サラダ緑サラダ、やっぱサラダですよね。そしてごまドレッシング、ごまドラでもらいます。焼きちゃんぽん、サーモンのエスカベージュ、ドリンクバーとかあるよ。ドリンクバー後でもらおうか。チョコレート。様でした。片付けます。明石海峡大橋を通り過ぎてましたまあ後で屋上のビデオカメラで確認しましょうかね。はい、ごちそうさまでした。お部屋へ戻ります。美味しかった、ありがとう。よかったな。食べれるかどうか心配だったけどね。大きな山ができた。ありがとう。大きな山ができた。ありがとう。へいへいへい、ハイタッチ。嫌いではない、やつはしおいで。あれ使ってるの、あれは何だろうな。怖い。明石海峡橋を通過して今西に向かってます。
ちょっと売店を見てきましょうか。あれ、マスクどこ行ったん？ママに聞いた。なんで？ホルエイちゃんを発見しました。コーラサワーってのあるんだ。へー、後でこっそり買いに来ましょうかね。狭いとこに入ってスリスリしたね。スリスリしてどうしたの。いや、そんなことない。リラックスモードですね、こまちも。見て。いけ猫。ねえ、パパ、パパ。見てやって、一緒に。リリオさん、タイム。見てたからかな。見たら。眠いの。寝んの。何でおばちゃん。きな寝んの。はい、お風呂へ入ってきます。はい、今もう10時33分になりました。ということで、もうねんねしたいと思います。おやすみなさーい。あ、戻った。おやすみなさーい。船内散策行ってみましょうか。夜も更けてますけど、まずですね、マッサージチェアがあります。100円、1回200円、15分。お風呂は15時、この頃は比較的多いってことか。なんで出航後からまあ10時ぐらいまでは空いていますよってことですね。
ドリンクは他の上と同じ値段、なかなか良心的です。ちなみにアルコールの自販機もあります。売店で買い忘れても大丈夫。そしてセントラルホールには電子レンジがあります。あとゴミ箱が多数。そして吹き抜けを降りていくとエントランスですね。下から見上げるとこんな感じ。こちらのクルーの方には絵の上手の方がいまして、いっぱい鬼滅の絵を描いてくれてます。明日はですね、入港時刻は7時20分、日の出が5時18分ということで5時に起きようと思います。でレストランが早いですね。5時45分からということで朝早めに起きようかな。売店は早めに閉まっちゃいます。10時くらいだったかな。でサロン室はこんな感じ。あ、冷水機なんかあるんですね。いいですね。あとアニメなんかやってます。お弁当とかカップ麺とか食べるのここいいですね。まあトラックの運転手さんとかこちら使うんでしょうか。はい、おはようございます。今5時を過ぎました。まだですね、ちょっと暗いんですけど、5時45分からご飯なんでちょっと用意して行こうと思います。今山口県に入ってますね。ということでちょっとゆっくりしてご飯にします。それでは、おはよう。朝起きてこんな感じです。ひなはずっと外眺めてんの、ね、ちょっと外行きましょうか。もうすぐ外です。すごい、もうちょっとで太陽出てくるかな。ベタなぎ滑るように船が進んでいくと、ちょっと一周ぐるっと回ってみましょうか。風が全然強くないです。今日はちょっと曇りで
フラーはファンネルの後ろをずっとぐるっと歩けるんですね。これファンネル。さてこのファンネル補足説明しときます。三井商船のファンネルがなぜ単色なのか。三井商船はナンバーワンであると、ナンバーワンの企業にマークは不要ということです。すごいですね。後ろからのシーンってなかなか好きなんですよね。全く真後ろになんか他の船がついてますね。同じぐらいにつくのがサンフラワーの別府航路。別府航路ではないと思うんですけど、あの船はうっすら船影が見えてます。今日はですね、これから宮崎県の実家で法要がありまして、すぐに志布志へ向かって車で行きます。まあまあ時間なくてですね、中1時間ぐらいでしょうか。できれば霧島神宮をお参りしてみたかったんですけど、時間あるかないか。温泉もですね入りたかったんですけど、できるかな、ちょっと状況を見て行きたいと思います。今日はですね、この前の日本海と比べて本当ベタなぎですね。こんなベタベタなの久々ですね。朝焼けが出てきました。ということで中入ります。猫ちゃんが待ってます。はい、今ですね5時57分になりました。朝ごはん始まってますんで行こうと思います。いい？それでは行ってきます。よいしょ。大人が620円、子供が410円です。やっぱお野菜を取ります。紙パン発見。こんな感じ。いただきます。これママ、ママ全然撮ってない。ああ、パン撮ってんの。あれみんなの。ああ、あった。
今日は紙パンがあります。会いたかったです。下に置いとき、はい、めっちゃ働いてんな。何これ？ほら、あの引っ張る、船を引っ張るロープがあるやんか、あれ。ああ昨日買ったやん。うわあ、もうバンの中なんか甘い匂いしてへん。する？違う、これ塩の匂い。塩の匂い全部動画映ってんの。ちょっと怖い、それ。え？あそこに着くんかな。あ、あれは別府か。こっちの方やね。この前地獄巡りした。あるある。もう雪原しそうですね。ちょっと外で見てみましょうか。さすがペットルームというだけあって、水飲みとご飯入れがあります。これ便利ですね。あとこれは加湿器でしょうか。はい、下船許可降りましたんで降りてきます。はい、それでは向かいます。東九州自動車道に乗って宮崎方面へ向かいます。観光総裁で行きます。城吉、長男、城作、
君三等陸軍中佐。用事が終わりまして、延岡南インターから南九州道に入っていきます。それでは行きましょう。あ、東九州道ですね。東九州道へ入って鹿児島の方へ向かっていきます。それじゃあ、あ、桜島が見えるやん。綺麗。桜島。あれ桜島な。うん。はい、それでは霧島神宮を後にして渋志湖の方へ向かいます。渋志湖ではサンフラが待っているはずです。向かいます。およそ200m。 はい、もうそろそろ渋志の、サンフラワーフェリーターミナルに到着します。今日はですね、サンフラワー霧島に乗りまして、関西の方へ戻ります。なんと猫ちゃん2匹とも船酔いしてしまいました。旅猫。ではもうそろそろ下船しますよ。